第9広島は、おおむね毎年12月の第2日曜日、または第3日曜日に、広島市西区にある、広島サンプラザのホール棟で開催される、一般公募で都度結成される、合唱団をバックに控えてのベートーベン、第9演奏をメインとする、音楽工業。本イベントを主催しているのは、広島の民間放送事業者の一つで、 tbs 系列である中国放送であるが2002年以降広島の地方紙で RCC の事実上の親会社である中国新聞も主催に加わっているそれまでは公演の立場で関わっていた共産者には広島の有力企業を中心に名を連ねてきているが朝日ビールもまた共産者の一つとして名を連ねているそして2005年からは特別共産の形で 広島に本社を置く食品加工機メーカー大手の佐竹も名を連ねている。1985年の12月12日、広島市西区に建設された広島サンプラザのコケラ落としの一環として行われたのが始まり。現行の公演会場の落成記念の一環として開催されたところから歴史が始まっている点で、同類の第9イベントである5000人の第9や大阪の 一万人の第九と共通している。創始以来、第九修学賞の中で最も有名な歌手とされている練習番号 M のところで、聴衆も合唱に加わっている。これは現在でも続けられており、聴衆向けの歌唱指導コーナーが公演の中に用意されている。なお、当初は8000人の大合唱という副題がついていた。二部構成となっている。 公演終了後、引き続き合唱団の会談式が行われる。この点においては、5000人の第9と共通。会談式では、最後のところで合唱団全体が、指揮者、ソリスト人などと乾杯を交わすなど、5000人の第9と共通する点も認められるが、一方で、合唱参加者個々の紹介が行われない等の相違点も存在する。 なお乾杯用の飲料として、アサヒビールが、共産者の一つに名を連ねている、関係上、同社製ビールまたはお茶飲料が振る舞われる。お茶飲料については、アサヒビールと同じ、アサヒグループ HD 参加にある事業主会社、アサヒ飲料の製品が用意される。合唱団規模は、例年千数百人程度であり、同類のイベントと目される、1万人の、第9や、5000人の、 第9からすれば規模は小さい。しかし、現在では、広島県を中心とする中国地方はもとより、四国、九州地方、関西、東海、首都各県からの参加者も参見されるようになってきている。還元学は、中国地方唯一のプロオーケストラである、広島公共楽団が毎年受け持っている。ただし、過去に一度だけ、 海外のオーケストラが受け持ったことがある。この時には、ソリスト人4人も全て外国人だった遠隔校を参照。ちなみに、海外のオーケストラが単独で還元学を務めたケースは、他の2つの大規模、第9イベントには見られない。なお外国人指揮者がタクトを取ったケースは、5000人の第9にも前例として存在する。RCC が主催のため、 イベントの司会進行も RCC のアナウンサーが務めている。イカリッキョの歴代出演者のうち第9ソリスト人については講演会によりメゾソプラの歌手がアルト読書を務めたりしてきているが、これは1万人の第9など他の第9歳児でも見受けられる。ここでは楽曲としての第9を演奏するに際して必要となる楽器パートの譜面上における 表記法に従って、ソプラノアルトテノール・バルトンのパート表記の下で記載することとした。なお還元学に関しては、第4回のみ、ベルリン放送公共楽団が務めたほかは、すべて、広島公共楽団が担当してきている。合唱団員募集は、先着順受付により行われる。第25回公演までは7月から団員募集を始めていたが、 第26回公演以降は大阪の1万人の第9と同様6月初頭から募集を始めている。合唱出演に際しては基本的に例年9月から始まる通常レッスンに出席することが求められるが応募受付自体は例年9月末日まで行われている。ただし第9合唱経験者に関しては11月から始まる。 本声練習からの出席でも、かとされていることから、経験者に限り例年10月末日まで、応募受付が行われている。もちろんそれ以前に主催者側が定める定員に、達すれば、その時点で締め切られる。なお、第25回公演までは、9月からの通常、レッスン開始に先立って、8回式が別途取り行われていたほか、11月から始まる。 混成練習の広島市内会場における初日、当日にも決断式が取り行われていた。レッスン会場にはすべて広島県内に所在する施設が当てられてきているが、現在9月から10月にかけてのパート別練習期間と11月から本番直前にかけての混成練習期間とで設定されるレッスン会場の数が異なっている。ただし、 第21回公演まではパート別練習、混成練習量期間の間で設置されるレッスン会場数に変動はなかった。主に第9初心者を対象とするパート別練習が実施される9月から10月にかけては、初会寺、広島、呉、東広島、三次、福山の各市内1カ所ずつ、計6カ所の施設が充当され、広島市内設置会場のみ、 男女別に、計18日間、広島以外の5つの市に、設置の会場では、男女共同で6日間、それぞれレッスン日程として組まれる。その後、第9経験者も加わっての、混成練習が実施される11月以降には、レッスン会場は、広島、三次、福山の各市内1カ所ずつ、計3カ所に絞られ、レッスン日程については、 広島市内会場のみ6日間、3時、福山両市内会場は4日間となるが、広島市内会場における混成練習に限り、その全日程のうち2日間程度、当概念における公演指揮者が直接指導に当たっている、現在の大阪1万人の第9における佐藤総監督レッスンに相当。また、混成練習期間に限り、 各会場ごとに設定されたレッスン日程のすべてに出席した合唱団員に対し解禁祝いの記念品が送られることになっている第23回公演から制度導入。さらに第23回公演からは通常のレッスンに先立ち初めて第9合唱への参加を検討している者を対象とする事前申し込み不要の無料公開レッスン。 ビギナー体験レッスンが8月中に別途設定されている。このビギナー体験レッスンでは、第9合唱に際して必要なドイツ語の発音や基礎的発声を学ぶことができ、主催者たる RCC では、1日体験いただき、第9へ参加するかご検討くださいと呼びかけている。そして第27回公演からは、言語での 第9箇所に必要なドイツ語発音に絞ってレッスンを行うドイツ語集中レッスンが通常レッスンとは別枠で設定されている。なお、本イベントにおける合唱レッスンの指導に携わる合唱指導者団メンバーの中には第12回公演から第24回公演まで途中2回の休みを挟みながらも連続してテノール読書を務めてきた枝川和也もなお連ねており、 現在も東広島市内会場におけるパート、別練習の指導を受け持っている。第22回公演から第25回公演まで、広島県内において実施される、通常の合唱団員募集とは別に、当該年開催の大阪、1万人の第9合唱参加者、及び一定回数以上の第9合唱出演経験者を対象とした。 広島県外在住者向け合唱団員募集も合わせて行われていた。この広島県外向け合唱団員募集では、大手旅行会社の関西県内一支店が企画、再興する大阪発のパッケージツアーの募集という形態により、行われ、応募宛先も公演主催者たる中国放送ではなく、当該パッケージツアーを実際に企画、再興する前期一支店となっており、 大阪1万人の第9の関西圏内レッスン会場において専用の募集チラシが配布されていた同じく1万人の第9の東京都内設置クラスにおいても配布されていたか否かは未確認このバスツアーは公演本番前日の朝に大阪を出発して昼過ぎに広島入りしてリハーサルに出席その後広島市内のホテルに宿泊して 翌朝からのゲネプロそして公演本番に参加。終演後は直ちに広島を離れて夜遅くに大阪に戻るという一泊二日の旅程が組まれていたが、これは2005年の第21回公演以降、本番前日に行われるリハーサルの開始を夕方とされたことを利用して組まれていた模様。応募は電話による参加申し込みが基本だったが、 第24回公演まではインターネット経由での応募も可能だった。このインターネット経由での合唱参加申し込みはツアーを企画、再興する旅行会社のウェブサイトからの直接申し込み、及びヤフートラベルなどの外部旅行取扱いサイトを経由しての申し込みの二通りが存在し、第22回、第23回両公演においては、 システムの関係上二人以上での参加申し込みに限定されていたが、第24回公演においては一人からでも参加申し込みができるようになっていた。おおむね2週間前に開催される1万人の第9への合唱出演者を呼び込む意図から別枠設定されたこのバスツアー形式団員募集ではあったが、申し込み者数の落ち込みから第25回公演を最後に打ち切られ、 翌年の第26回公演以降は、広島の県内外問わず、通常の合唱団員募集にて対応するようになり、関西県内における1万人の第9レッスン会場にも通常の団員募集チラシが配布されるようになってきている。なお、この広島県外向け合唱団員募集における応募締め切りは、通常の合唱団員募集の 第9合唱経験者向け募集の応募締め切りと同じか、それ以前に設定されていた。第22回公演は9月29日、第23回公演は10月末日、第24回、第25回両公演は通常の団員募集における第9経験者向け応募締め切り日と同1日にそれぞれ設定されていた。コンサートの模様については後日に RCC のテレビとラジオで放送され、特にテレビ放送に関しては、例年、ドキュメンタリーと公演当日における第9演奏全楽章ライブの2種類の番組が制作される。後日に放送される点においては、同じく民間放送事業者が主催する1万人の第9と類似するが、1万人の第9が限定的ながら他局とネットを組むことで、 全国規模の放送を実現させているのに対し、ただし中国、四国地方など放送空白地域あり、本イベントでは放送に際して他局とネットを組むことをせず、そのため放送を実際に視聴あるいは聴取できるのは、下記による配信が行われるまで RCC の放送対象地域である広島県内に限られた。最近では、 広島県外からの合唱参加者も目立ってきているが、上記の理由から、広島県外からの合唱参加者は、後日に自宅のテレビやラジオ等で視聴あるいは聴取することは、基本的に不可能だったった。ただし、有料会員制サービス、ラジコプレミアムに加入している場合は、ラジオだけではあるが、広島県外でも聴取することが可能だった。2017年は、 RCC の公式動画配信サイト RCC プレイで期間限定ながら配信され映像でも広島県外で視聴可能となった第23回公演において初めてライブ収録 DVD をリリースこれは RCC にとって初めての自主制作による音楽映像ソフトとなったその後第25回公演においてもライブ収録 DVD をリリースさせた これらはいずれも RCC サイト内ショップにおいて現在も取り扱われているが特に広島県外からの合唱参加者にとっては現状において自分自身が合唱出演したステージを後日に再度目の当たりにできる唯一の媒体となっている。横山友二音ツイッター横山友二音ツイッター第1回と第2回は RCC や RSKBSS 等でも放送されていた 第9広島2011からイン47ライブ広島県2011年12月18日付、掲載記事以下に列挙するのは、現在も中国放送ウェブサイト内において残存している過去の公式サイト群である。ありがとうございます。